はい、こんにちは。スタジオリバーサイドを越すギタリストシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら。ズーム社提供、ズーム G2YN46番のプレセットです。オーシャンズ行ってみましょう。使用するギターは藤原製ストラットキャスターです。みんな準備はいいかな？ストラトは、藤原が一番音がいいよね。だって長野県民が作ってるんだからね。トークはもういいけどね。まあギブソンもいいしね、ヤマホもいいですね。ギターを手にしたら6月の3フレットからスケール練習です。ゆっくりと丁寧に奏でましょう。中指で押さえます。中指に変えます。なぜ中指に変えるか、それは全く同じ用紙で2オクターブ奏でられるからです。加工してみましょう。3オクターブのスケール練習を練習する権利を与えましょう。ゆっくり丁寧にです。練習するかしないかはあなた次第です。これでアッシェーカーのモアという楽曲を学んでいきましょう。ゆっくり丁寧にです。一弦にアクセントを持ってくると美しく聞こえます。課題曲はファイナルカウントダウンです。ゆっくり丁寧に奏でましょう。それはギターを奏でる際に弦と指が、離れている時間、これを極めて短くすることです。バタバタした運指にならない、課題曲としてインベーマンのステイン広島の夜を簡単にしたものです。間違えても全然いいんですよ。私は間違いませんけどね、はい。
一覧テロップが出ます。現在私は横浜でございます。シャーミュージック横浜でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。横浜シャーミュージックではですね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、それぞれの講師がですね、一流のスペシャリストです。教えてることに関しても、スペシャリストです。私は若干教えることに関してはあまり得意ではないです。あまり口下手ですしね、ちょっと恥ずかしがり屋さんだったです。まずはね、横浜シャーミュージックまでお電話くださいませ。はい、私をご指名いただければ幸いですが、私をお気に入りさなければ他の講師をお選びいただければよろしいかと思います。それではスタジオリバーサイドからギター室でシンガーソングライターの竹下達郎をお送りいたしました。横浜シャーミュージックでお会いできることを楽しみにしております。それではまた。